はい、こちらです。今回の動画はおもや忍たの会 in 大阪北海会場の第1回のレインボー道頓堀店さん心斎橋駅からの最短ルートを研究したいと思います。はい、私がね、心斎橋駅出てこれ大丸と思っていたらいつの間にかパルコさんにあるそうです。ではまずは地上に向かいます。土曜日なのですごい人がね、前回より多いですね。続いて迷わずに回れそうですか？もし他のルートとかのリクエストもあればぜひコメントなどお待ちしております。あとはどこ方面かな、あるかな、
日本橋からとかね。ということで皆さんぜひ11月28日開催のミンタのオフ会参加の方お待ちしております。参加される方はですね、私ゆりか研究所が表でお胸で飛車が見えないあんたには一生懸命頑張っておりますのあたりの方に DM で予約のお待ちしております。それではそれでは、あ、じゃあこの動画良かったよと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画もぜひ見てください。それではそれでは、おつなもこです。